皆さんこんにちは。コリスタフキーとまゆです。本日はうち以来の基礎知識、はい、マナーや相場、うん、などうち以来に関するいろいろなことを教えてください。はい、それではまずステップ1の、はい、うち祝いとは何かについて教えてください、うん、はい、まずうち祝いとは、はい、結婚のお祝いをいただいた方に、はい、そのお礼としてお返しをするのが結婚うち祝いと言います。はい、もともと本来ですと、例えば私が結婚したら身近な方だったり、ご近所のお付き合いのある方や友人に対して幸せのお裾分けという意味で贈り物をお渡ししていたっていうのが、実はもともとの祝いの始まりだったと言われてます。なので別にお祝いをいただくかいただかない関係なくお渡ししていたんですが、今はお祝いをいただいた方にするお返しがうち祝いになっています。結婚式に出席された方からはご祝儀をいただくと思うんですが、その方たちには結婚式でもうお二人からお料理だったり引き出物だったりというおもてなしでもお返しはしているということになるので、そういう方たちにはうち祝いは必要ありません。はい、じゃあ合理的にうち祝いを送ったらいいか教えてください。まずパターンとしては大きくは4つ、はい、あります。まず一つは結婚式にご出席されなかったけれどもご祝儀をいただいた場合、はい、あるいはそもそも結婚式はしていなくって別途そういった結婚のお祝いだったりご祝儀をいただいたという場合です。はい、はい、これ一つ目。はい、はい、二つ目に関しては、はい、結婚式に出席はいただいてご祝儀もいただいたんですが、はい、それとは別にまた何かお祝いをいただいたという場合です。3つ目は結婚式でご祝儀いただいたんですが、はい、思ったよりもとても高額だったりとか、あっていう場合はきっとお二人が想定しているものに対してだいたい引き出物でお返ししてると思うんですが、あっそれではちょっと足りなかったなというふうにお二人が思った場合です。4つ目なんですが、こちらはそのご祝儀とかお祝いはしていただいてないんですが、その結婚の報告の意味を込めて、あるいは日頃の感謝を込めてうち祝いをお渡しするという場合もあります。自分から送る、自分から、そうです、うん、っていう、まあ、これが大きく4つうち祝いが登場する場合になるんですが、はい、この4つ目に関してはちょっと絶妙なところで、先ほど冒頭でお伝えしたように、はい、従来うち祝いというのはお礼の意味ではなくて、ただご報告であったり幸せのお裾分けとして行っていたのが本来の意味になるので、その本来の意味は知ってる方だったら、はいはい、突然送られてきてもびっくりはしないけど、はい、あ、そうです、そうです。ご存知ない方が今のご時世ほとんどだと思いますので、はいはい、そうじゃない時にもしうち祝いが届いた時に、あ、お祝いを差し上げてないのにうち祝いをいただいてしまったっていう風にもしかしたらちょっと受け止めて焦られてしまうかもしれませんので、そういう場合にうち祝いを送りたい場合は、はい、結婚のご報告ですっていう形で気持ちだけでもお送りしたかったですっていうようなことを書いて差し上げると、はい、あのいいんじゃないかなと思います。続いてうち祝いを送るタイミングについて教えてください。はい、はい、うち祝いですが、はい、基本的にはお祝いをいただいてから1ヶ月以内に、はい、1ヶ月以内、はい、祝いをお送りするのがマナーになります。はい、結婚式を挙げた後とかその時に何かお祝いいただいたという場合ももちろん1ヶ月以内にお返しをするようにしてください。はい、例えば直接いただいた場合も、はい、その場できちんとお礼をしてから後日うち祝いをお送りする、はい、また郵送で何かお祝いの品をいただいた場合は電話でお礼をする、あるいはお電話つながりにくければメールなどでしっかりご連絡をするというのがマナーになります。はい、ポイントは1ヶ月以内、はい、もう1ヶ月以内にしましょう。はい、続いて予算について教えてください。はい、ご予算は基本的にはいただいたお祝いの金額のだいたい半分から3分の1ぐらいが目安と言われてます。はい、高額なものでお返しをしてしまうと、はい、かえって気を使わせてしまったりする、かついただいたもの以上のお返しをしてしまうと、はい、逆に失礼に
になってしまったりするので、はい、その半分から3分の1という目安を念頭に置いて選ぶようにしましょう。また例えば親族だったりとか本当に親しい方、よくしてくださってる上司の方とか、はい、すごい思わぬ高額なもんあの大金で、はい、いただくという嬉しい場合もあるんですが、そうするとその半額とかってなってしまうとすごい、例えば5万円とか10万円とかとっても大きな額になってしまうのもかえってお二人の負担になってしまうので、はい、あのそういう場合迷ったら親御様とかにご相談されると、親戚にはどのぐらい回数とかっていうのはご相談するといいと思います。あとはちょっとその親戚だったりとか一枚ということに対して地域によって若干こう違う場合があるので、うちの地域はどうかななんていうふうに思った場合はまたそこも親御様とかに今までってこうどうしてきたっていうことを聞くのが一番間違いないんじゃないかなと思います。続いて1位をお送りする際のマナーについて教えてください。はい、まず1位をする場合はのしをかけるのがマナーになります。プラス水引きは結婚は一生のそのお祝い事ということですので、結び目のほどけない結び切りの水引きを選ぶようにしてください。蝶々結びは結び目がほどけやすいというので、何度でもあって嬉しいお祝いの時に選べ水引きになるので、例えば出産祝いだったりとかそういう場合に選びますので、この結婚の場合は結び切りの水引きを選びましょう。また水引きの色は紅白か金銀の色を選ぶようにしてください。続いて大切なのはまず表書きにお名前を書くと思うんですが、こちらは新姓の名字か夫婦の連名でするのがいいです。例えば職場で新姓だとちょっと誰か気づいてもらえないなんていう場合は一言メッセージを添えて、私何々が結婚しましたというあのところを添えるといいかなと思うので、気づいてもらえないかもで旧姓にするではなく必ず新姓で、はい、あの のしはかけてください。はい、次第はどんなものを送ったらいいですか？これすごく難しいですね、はい、一般的にその縁起が悪いものは避けていればいいと言われていて、まず避けた方がいいのは現金でのお返しだけは避けましょう。しっかりお品物を選ぶということが大事です。はい、で縁起が悪いって言われているのは例えば櫛、なんでですか？なんかその苦しむみたいな、あ、展示というか、 なんか連想させちゃうもの。あ、そうですそうです。よく9とか4とかは苦しむとか、うん、そういうのでちょっと数字避けられたりするので、はい、櫛だったり、はい、あとは刃物、例えばですね、金バサミとか有能そうだけど有能そう、なんか使えそうと思っても、はい、そういうハサミやあと包丁とかそういうものは縁を切るっていう結構意味になってしまうので避けられた方がいいかなと。ハンカチなんていうのも呼ばれてたりします。なんでですか？なんかこうハンカチってこう涙を拭うもので、ちょっとこう悲しいことを連想させてしまう、嬉し涙もあるじゃんって思うけども、はい、ちょっと思いました思うんですけど、はい、あのそれはちょっと避けましょうというふうに言われてはいます。ただ一番大切なのはその方とどういう自分が関係性なのかとか、その方の年齢だったり、はい、一人暮らしなのか家族と暮らしてらっしゃるのかとか、そういったことを考えてギフトを選べば問題はないんじゃないかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか？今回は GY の基礎知識についてお伝えしてきましたが、 GY はこれといっても正解が決まっているもの、白黒発揮させるものではないので、うん、最低限のマナーはしっかり踏まえた上で、はい、どうしてもわからないときはご家族だったり経験者に聞くのがいいかもしれません。そうですね、ちょっと安心ですよね、はいはい、でも GY やっぱりありがとうっていう感謝の気持ちを伝えるものだと思うので、うん、お相手のことを考えながら決められたらいいかと思います。はい、なんかすごいやっぱり結婚ってハッピーなことなので、はい、あまり重く、はい、なっちゃうと負担になるので、はい、ぜひそのうちわを選ぶことも楽しんでほしいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか？また次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバーイ。